ビ役を抑えてるからね。先回りできなくなったのかも。でも無事に終わってよかったよね。結局新垣先輩間に合わなかったし、あと天田君も理事長も喜んでましたよ。問題ないので先に帰るそうです。山岸、二人の居場所は？すみません、まだはっきりとは。ひとまずは寮に戻ろう。おい、秋彦、聞いてるのか？今日は10月4日だったな。そうですけど。先に戻っててくれ。俺は二人を探してから戻る。あ、ちょっと先輩、どうしたんだろう。秋彦、約束通り来てくれましたね。なぜ呼んだか分かりますか？作戦を放ってまで来てるわけだから分かってるんだよね。ちょうど2年前の今日、10月4日、あの日、僕の母さんはここで死んだんだ。死因は交通事故ってなってるけど、あれは事故じゃない。僕は見てた。母さんは殺されたんだ。お前が殺したんだ。いいことなんて一個もなかった。生きてくなんて辛いだけだった。周りだってそういう扱いさ。どこに行ってもかわいそうってさ。いる意味がないんだ。死んじゃおうって思った時もあるけど、このまま母さんに会うなんてできない。だから決めたんだ。お前を見つけるまで生きてようって。あの日のこと思い出したくもないって言ってたろ。だから今日が満月って分かった時、お前を呼ぼうって決めたんだ。今日は母さんがついてる。自分のしたことを思い出させてやる。僕がお前を殺してやる。わかった。あれ、まだ誰も戻ってないんだ。つか真田さん、様子変だったよな。今日はどうなってんだ。10月4日って何かの日だっけか。10月4日、しまった。そうか、作戦に気を取られすぎて思い至らなかった。今日は天田の母親の命日だ。命日？山岸、急いで新垣と天田の居場所を突き止めてくれ。二人一緒にいる可能性がある。明彦も多分そう気づいたんだ。わかりました。あの、どういうことですか？天田の母親が命を落としたのは公には事故となっているが、本当は過去の私たちが原因なんだ。え？2年前、イレギュラーで街に出たシャドウを撃ちに行った時のことだ。ペルソナを得たばかりの新垣に軽い力の暴走が起きたんだ。敵を追うのに気を取られていたとはいえ、民家が巻き込まれてしまってな。運悪く一人だけ犠牲者が出てしまった。それが天田の母親なんだ。そんな、本当なんすか？じゃあ天田君にとって新垣先輩は？天田は自ら志願して仲間に加わった。しかし今にして思えば。見つかりました、辰巳ポートアイランドです。二人一緒です。それと近くにもう一つ反応が。秋彦か？待ってください、この反応は
これはストレガです。まずくねえか。最悪だ。先輩、追っかけよ。やれよ、抵抗はしねえ。お前の言った通りだ。俺は忘れたかった。仲間と離れたのも、薬で力を抑えたのも、要はそのためだったけど無駄だった。体が忘れねえんだ。気がつけばここへ来ちまう。見たくもねえ場所なのにな。俺のやったことだ。報いは受けるさ。だが一つだけ忠告がある。忠告？こんな俺の命でも奪えばお前は俺と同じ重みを背負うことになる。そいつだけは覚悟してくれ。なんだよそれ、命乞いってこと？今は憎しみしかなくても、いつか必ず背負っちまう。ふざけるな。そんなの背負うもんか。まったくその通りですよ。そんなもの背負うはずがない。必要もない。彼の行いは復讐なのです。殺されたのですから殺してもいいはずでしょう。捜査何の用だ。仲間が一人欠けてしまったのでね、先回りがしづらくなりました。しかしこのまま放置するわけにもいきません。てめえ。恐れる必要はありません。これは通過点に過ぎない。あなた方は救われるのです。だと？おや、自分を殺そうとする少年をかばうとは。ああそうでした。復讐などなくてもどの道あなたは死ぬ運命。どういうことだよ。ペルソナの抑制に薬を使い出してもう随分と経つはずです。あなたはもう長くない。適当言ってんじゃねえ。自分の体のことでしょう。分かっているはずです。どういうこと？勝手に死んじゃうっていうのか。僕が何もしなくても勝手に。そんなのありかよ。それなら僕は今まで何を。死が何によってもたらされるかなどどうでもいいことでしょう。少年、君からは彼とは別の意味で生きている匂いがしない。彼を殺した後で自分も死ぬ気だったのでしょう。浜田、お前タイミングが少し前後するだけのことです。どのみち二人とも死ぬのですから、私が今確実に息の根を止めてあげましょう。ふざけるな。嘘だ。では遺言の代わりに聞いておきましょう。千鳥と似た情報の使い手が君らの中に一人いるはずですね。あなた方の方が情報が早くてね、シャドウを守ることができないのです。教えてください、誰なのか。言わないとほら傷がどんどん悪化していきますよ。あ
どうしたのです？教えてもらえませんか？それとも、もう口が聞けませんか？そんな奴は、いない。待って！僕だよ。本当ですか？ああ、本当だよ。それができるから。だから僕は、子供でも戦いに加えてもらったんだ。何言ってる？うわぁ！お静かに。あなたには聞いていません。どうだっていいさ。僕の復讐はもう終わったんだ。もうここにいる理由だって、もうこれ以上なかったって。なるほど、君は十分に生きたというわけですね。素晴らしい覚悟だ。君を先にしましょう。楽におなりなさい。母さん。この子供を救ってあなたに何か得が？はっ、シンジ！お仲間ですか。水を差すとは興ざめなこと。シンジ！おい、しっかりしろ。新垣先輩！新垣さん！嘘。なんて顔だ。せっかく望みが叶うってのによ。憎しみをすぐに捨てなくて、力にすりゃいい。まだガキなんだから、こっからだろ。これからはてめえのために生きろ。そんな、僕は秋、本当に今回のことは
残念としか言いようのないことです。彼には彼なりの思い描いた将来があったはずでしょう。そんな彼を目の届かぬところへ追いやったのは、ひとえに我々教職者の不徳でもあります。我々はそんな彼の力になれぬまま、暴力事件などという不憫な形で、許せ、許してくれ。校長、話長えよ。でも新垣って知ってた？学校来てなかったっちゅう話ですが、不良とかじゃないの？知らんけど。てか帰りて、模試の準備さしてくれよ。なあお前ら、新垣くんって知ってた？つうか同学年の俺ら知らねえのに知ってるわけねえか。暴力事件に巻き込まれるとか実際あるもんなんだね。ああ、なんだよそういう言い方は。問題、うるせえよ。は、何立っちゃってんの君。うるせえって言ってんだよ。いいより座りなさい。くそ。いいじゃん、純平、ほっときなよ。ねえ、今日真田先輩って見た？今日来てないよね。このまま顔出さないのかな。大丈夫かな。ちょっと、いいか。あ、はい。今日、帰ったらラウンジに集合してくれ。要件は、わかるな。まあ。急いで考えをまとめなくてもいい。正直、私も迷ってるしな。じゃあ、伝えたぞ。アマダのことを…だよな。どう考えても、はあ、しんどい話っぽいな。うん。よ、いつものあれを食ってきた。授業サボって食うラーメンの味が知りたくてな。意外といいもんじゃないか。誘えよ一度くらい。黙ってないで返事くらいしろよ。いつもそうだ。お前はいつも黙って勝手に行っちまう。こっちの身にも慣れてんだ。逆だと言いたいのか。そうだな、力だ理屈だって一人で突っ走ってたのは俺の方だ。幹を失ってから俺はただ力だけを求めてきた。力さえあればどんなものでも守れると思ってた。だがどうだ、お前まで先に行っちまった。必死な俺を笑うかのようにな。戦ってりゃ死ぬかもしれないって俺は知ってた。なのに俺は戦うことに夢中で何も見えてなかった。いくらカッコつけて走ってみたって結局このざまだ。分かってるよ信じ、泣いてたって何も戻らないってんだろう。
分かってるさ。それくらい。どうせ俺は俺であることから逃げられない。いい加減うんざりしてんだ。集まってもらった理由は分かるな。天田の処遇をどうするか私たちで話し合おうと思う。理事長も了解済みだ。アイギス、彼を連れてきてくれ。了解しました。私のせいだ。裏垣先輩が遅れる理由を言わなかったとき、あれって思ったのに。私が気づいてればこんなことには。ああ、君のせいじゃない。事情を知っていた私こそもっと早くに気づくべきだった。俺、自覚足りなかったっす。遊びじゃねえって分かってたけど、こんなことになっちまうなんて。全然。過ぎたことを言ってどうする。シンジは最後にこれでいいと言った。まったく大したやつだ。死ぬって時に前だけを見てた。だから俺も前しか見ない。これでいいか。先輩。報告します。天田さんが部屋にいないであります。嘘。窓にこじ開けたような跡が。天田くん、ちょっとどこ行くの。風花、心当たりあるの。それはないけど、でもほっとけないでしょ。無茶よ、闇雲に探す気。だって私たちが探さなきゃ。天田くん、居場所がないんだよ。私、そういうの分かるから。そうだよ、風花。そんな。ゆかりちゃんだってもっと分かってあげるべきじゃないの。風花、天田のことは放っておけ。かばってどうする。連れ戻して何か変わるのか。明彦、あいつのけじめだ。どう生きるかは自分で決めるしかない。自分で決めるしかない。